食スカサラダは、ブルガリアの冷たいサラダで、バルカン半島や中央ヨーロッパで人気がある。トマト、キュウリ、玉ねぎ、生、またはローストした唐辛子、シレネ、パセリ等から作る。野菜は角切りにして、食塩を振り、ひまわり油、またはオリーブ油で和えておく。レストランでは、ドレッシングは分けて提供される。最後に、野菜を削るか。 角切りにしたシルネの厚い層で覆う。このサラダはしばしばラキアと共に前菜として食べられる。ブルガリア東部のショプルク地方にちなんで命名されたが、実際は1955年頃にバルナ近郊の国会のリゾート地で発明された。それはブルガリアの初期の社会主義の産物であり、観光振興の一部であり、5つか6つの類似したレシピの唯一の生き残りであった。 当時、バルコンタリストの主任シェフが、ドブロジャ、マケドニア、トラキア、その他いくつかの似た名前のサラダを発明したが、ショップスカサラダだけが生き残った。1970年代から1980年代には、国の象徴の料理であった。このレシピは、ブルガリアから、近隣の国に広まった。ショップルク地方は、ブルガリア、セルビア、マケドニアに分割されたため、 あとにマケドニアとセルビアは、ブルガリアとこのサラダの起源を争った。ルーマニアでも、ブルガリアサラダという名前で広まった。2014年、食スカサラダは、エーテイストオブヨーロッパと呼ばれる欧州議会のイニシアチブで、最も人気のあるレシピとなり、ブルガリアの最も認知度の高い料理に選ばれた。ありがとうございます。